まあ、歩きの注意するところはこの2番なんですけど、原画のポーズと一番高いポーズ、ああ後ろに行ってるんで。ああ、それは何のためですか。よろしくお願いします。毎度です。今回 iPad Pro Flipper Clip っていうアプリ、まあ、いろんなアニメーションのアプリがあって、私的に全部使いにくいなと思って、Flipper Clip っていうのはこの特別に下で好きな速さで手で描いてたアニメーターにぜひ使ってもらいたいです。なるほど。プラスボタンをタップしたらタイトル、まあ好きなタイトルでも何でもいい、A1 とか、じゃあ Biggie、はい、 OK です、はい、で速さは、1秒に何コマ。そうだ、1秒にじゃあ3コマでいきましょうか。なるほど。じゃあ1秒に8枚、あ、そうですね、ですね。わかりました。じゃあ OK、 はい、1枚書いたら、はい、それが3コマになる。道具としてペンをタップして、お、鉛筆、ブラシ、ペンとマーカー、使い慣れた鉛筆でいきましょうか、はい、太さ調節は、ね、太さはこれですね、これか、もうちょいかな、うん、そうね、消しゴム、これが消しゴムで、はい、あ、消しゴムも大きさ変えられるかな、じゃあそれは太めので上の方が厚さか、おお、じゃあ最初の1枚を書いていきましょうか。さあ、どんなアニメーションになるのか。レイヤーの機能も使えます。ラフを変えて上で別のレイヤーで描きたければ、ああ、まあこういうのはラフで全然構わないんで。あ、オッケー。あ、豚の鼻が分かりました。はいはい、横から見ている感じですね。そうですね、頭身の高い人だったら歩かせるのは楽だと思うんですけど、あ、頭身の低い足の短いキャラっていうのはほら、ドラえもんの歩きと似たようなもんなんですけど、あ、結構間の絵を描くのが面倒いんですよね。あ、そうじゃあ今はよくあるウォークサイクルですね。そうですね、まあ原画の基本ポーズなんですけど髪の毛ついてる豚、かわいい、うん、まだラフ描き途中ですけど、ペンの描き心地とか何かコメントありますか。やっぱりガラスを滑らせてる感じかなって。あ、この前使ってみたクリップスタジオの鉛筆ツール と比べて、このアプリはどれくらい自然とか描きにくいとかところありますか。まだ使ったばかりだからよくはわからないんですが、うん、今描いててもう少し色が濃く出ればいいのかなって。あ、確かに薄いですね。下書きするときはこれくらい薄い方が気が楽でいいんですけどね、うんうん、とりあえず1枚こんな感じにしておきますかね。でこれを元に歩かせていくんですけど、次の絵を描くには、はい、じゃあ次のフレームはプラスボタンで、お、はい、お、で薄くなる。なるほど。下にある2枚くらい見える、まあ、調整で下の8枚くらい、でもさらに1枚新しく書いてその真ん中を割るっていうのはできるんですか。あ、できますね。例えばこれを書いて、フレームズビューアー、ここで動かせる。おお、なるほど、これはまた便利な機能、うん、なのでこれ真ん中に置いたらこういう風に、うん、後ろのフレーム1枚とか2枚全部見える状態とか、うんうん、下の2枚と上にある1枚も見えるとやりやすいかもしれないですね、うん、こうすると前と後ろの2枚両方見えます、うん、タップしたら消せる。ではどうぞ。はい、じゃあプラス、じゃあ1枚目は右足が前にある。そうです。で次は足が両方真ん中にあるポーズを描いて、順番としてはあのこの逆のを描いてもいいんですけど。ああ、そうですね、まあ一発でやっちゃうなら、まあ、真ん中のポーズも先に描いとっちゃっていいかな。さすがプロだ。今一番高い位置の歩きの位置を描いてるんで、少し、まあ、デジタルだったらそのまま上に上げる方法もあるんでしょうけど ね、まあ、ここは手書きでやっぱりずっと手で描いてたからいい癖ができましたね。まあ2枚目ができて早っで次この間を、はい、もしかしたらこれを
長押しでこれ後ろプラス1回タップしたら、はい、それできましたね。これを、はい、で普通に紙で書くときはこれ両方見える感じですよね。そうですね、トレス台に吹かせてこう両方めくりながら。ああ、ね、そうですね、ちょっと間を割るのがこれちょっと見にくいから結構ずれてると思うんですけど、ご容赦を。早っ。まあ線も少ないしこれぐらいだったら楽なもんです。うんうん。よし、じゃあ1、2、3書いたら次は、そうですね、原画の反対のポーズを書きたいんだけど。あ、わかりました。じゃあこの3点をタップして、はい、フレームズビュアー、フレームズビュアークリックしたら、うん、これ自由に長押しして、これをここに置けば 1だけみたいです。そうですね、なのでオニオン設定をフレームズの後全部オフにしてこうなります。で書いた後に自由に動かせます。じゃ反対のポーズなので今回は左足が前にあって、はいはい、で腕が後ろに斜めになってる、はい、まあ、あとは胴トレスでよしできた。で、はい、これを、5枚目に持ってくのはフレームズビュアー、フレームズビュアー、はい、2を長押しして動いてるようになったら動かす、はい、なるほど。次は何枚を書くんですか。3と4の間ですね。はい、わかりました。じゃあ4をクリックして、4をクリックして、で長押しして、長押しして後ろのプラス、はい、ほい、そうすると3と4両方見たいですよね。うん、あ、3と5ですね。3と5オニオンのエディット、エディットクリックしたら後ろの1枚とその後の1枚両方見える状態かな。できました、はい、はい。じゃあこれも中割りですね。そうですね、でこれでワンストローク分ができたということになりますね。じゃあ次は5から1の中を書きたいんですけど、5と1のやるべき作業は3の逆のポジションなんですよね。3、1枚を下書きに作業するっていうことになると、なんか勝手に数字がつけてもらってちょっと混乱しちゃうんだけど、うん、ちょっと混乱しないように数字、うん、角に書いてもらえますか。あ、はい、はい、1番これ1で、これが2番、2 3番4番、あ、これの方がやりやすい。わ、はい、かりました、OK、では3の反対書くんですか、ええ、ね、なので3を長押ししてその後ろの1枚、はい、でこれが後の画像だけ見える状態にします、うん、先に数字書いてもらえますか。これが3で7ですね。今は7書いてます、はい、じゃあ反対のポーズ書くのでほぼ同じですけど、曲がっている足が反対側になります、ね、はいはい、今回は前手前に見える足は左、曲がっている足が右、よし、はいはい、先に7をフレームズビュアーで動かしましょう。ビュアーズ で さっきの3を長押しで動かせます、うん、はい、はい、で次は6番を作りたいから、じゃあ6番を書くには何を使って、5と7の間を割る作業ですよね。これをクリックして1枚入れます、うんうん、後ろに1枚入れましょう、はい、じゃあこれが5と7の間に、はいはい、真っ白なのでこれ6を書いてもらって、はい、6で両方見たいんですよね。そうですね、でもう一回オンニョンの編集、後ろの1枚と後の1枚、うん、はい、はい、OK、 じゃあやっぱりこれも中割ってますね、はい、向こう側の腕書かなくてもいいっていいですね、うんうん、まあこれぐらいの線だったら大した手間ではないので、そうですね、
よし、で次が7と1の間ですよね。あ、わかりました。1をこっちに持ってきて、うん、なんかそう持っていくかコピーでもいいかもしれないです。これをコピーしよう。何でしょう、わかりにくいあ、これペースト、あ、コピーのマークだな。これはコピーだった。お ペースト7171、じゃあ1の後ろに新しい1枚入れます。これが8になるんです、ね、はい、じゃあ78書いてみて、じゃあお願いします。はい、最後の1枚いっちゃいましょうかまあ慣れている方だともっとやりやすいやり方わかるかもしれないけど、うん、私初心者なので、ね、大丈夫、僕も初めてだからでもチュートリアルあんまり見なくてもここまで使いこなせって結構いいアプリですね。そうですね、感覚的に使えるっていうのはいいですよね。うん、こういう手で描くアニメーションのためのアプリが欲しくてもやっぱり手で描いてるアニメーターが少なくなってるんですよね、うん、はい、できた。ではどんな感じかな。9を消します。はい、消して、はあ、ドキドキ。じゃあ1番からプレイ再生ボタンどうぞ。はい、おりゃ、わー、すごい。なんとここら辺もちょっと歪んでるけど素晴らしいところが、うん、1回も再生しないで書いててすごいね。まあこれパターンですから。まあそうですけど、私だったら再生確認しながらやらなきゃいけないんですけど、すごい一回も再生しないで書いてもらってありがとうございます。いえいえ、なかなか楽しいアプリで。楽しいね。まあ私的にすごい初心者にいいところはこうやって書いてる途中でできてるか、ね、自分の指の速さでちゃんとこの辺がうまくいってるかとか確認できることがすごい素晴らしいと思ってました。まあ歩きの注意するところはこの2番なんですけど、原画のポーズと一番高いポーズの間なんですけど、ここはあの普通の中割りしていいんですけど、左足が原画より前に行くのがあの普通中割りなんですけど、普通の中割りすると後ろに行ってるんですよ。あ、それは何のためですか。あのフォローでカメラつけて歩かせるじゃないですか。そうするとこういう動きになるんです。あの、これを一枚一枚あの足を合わせて並べてみるとそれがよくわかるんですよね。あ、じゃあカメラがフォローしてるから思うより後ろに描かなきゃいけない、うん、そうですね。まあ足がついてかかとが上がってくるじゃないですか。あ、それを追っかけるとこういう動きになるんですよ。なるほど。試しに紙に書いてあの合わせてみると、あ、こうだったのかって分かりますから。へえー、すごい、ありがとうございます。いえいえ。で最後に感想を教えてもらえますか、うん、そうですね、初めて使ってこれだけ書けるんだから慣れたら結構いけそうな気がする。じゃあぜひこの後また使ってもらえると嬉しいです。そうですね、私が、まあ、こうやってトレーニングなしでもいろいろ試せるのはすごい、うん、アニメーションの興味になってくれると嬉しいよね、うん、ではありがとうございます。どうも。もっと複雑なアニメーションだと、まあ、背景も別のレイヤーにしていろいろできると思うけど、うん、BG 書いてこれにして、もしこれが1枚として保存できたら保存しますこれで背景になるかな。フォトライブラリできましたとりあえずよくわかんないけど、うん、そういうことは可能らしい。なるほど、背景できましたではありがとうございます。いえいえ。